精霊図解の剣舞は、心差し、随友による日本のライトノベル。イラストは、第13巻まで桜半編。第14巻から16巻。短編集は、二村雄二が担当。17巻以降はしめさばこ肌が担当する。角川観光。全20巻。2019年5月時点で、シリーズ累計発行部数は200万部を突破している。 2011年8月には月刊コミックアライブにて基地平全財によるコミカライズが始まったが作者の体調不良により2012年3月号で打ち切りその後同年9月号より氷樹一世によるコミカライズが始まり2017年3月号まで連載されたこちらは全六巻2013年7月28日には MF 文庫 J 夏の学園祭2013にて、同レーベルの他4作品と共に、アニメ化が発表。約1年後の2014年7月より9月まで放送された。2018年11月28日には、フロンティアワークスより、ドラマ CD が発売された。清らかなる乙女のみ許された、特権、精霊契約。元素精霊界より精霊を召喚しその力を、 死役する少女たち、姫美子を人々は精霊使いと呼んでいた。男性で唯一、精霊契約の権利を有する少年風早神とは、ある理由で姫美子たちを育成するアレーシア精霊学院にやってくる。そこで旧地の中で、学院長であるグレーワース・シェルマイスにより、学院に編入し姫美子たちとチームを組んで最強の精霊使いを決める大会。 精霊剣部祭に出場するように言われる。そして、神戸は、学院一の問題児、クレアルージュ、クレアの幼馴染でライバルである、リンスレット・ローレン・フロスト学院の風紀を守る風王騎士団の団長、エリス・ファーレンガルと、オルデシア帝国の王女フィアナ、レイ・オルデシア、魔王殺しの、政権の精霊エストとチームを組む。それぞれの願いを胸に戦いに挑む神戸たち、 その戦いの中で神戸たちは、古の存在である魔王、歴史より抹消された6番目の精霊王をめぐる、謎と陰謀による争いに巻き込まれていく。チームスカーレット、精霊剣舞祭で優勝すべく、神戸とクレアで結成したチーム。結成から日が浅いためチームワーク等に不安が残り、癖は強いものの個々の実力は高い。結成当初は、 人数のせいもあり隠したの相手にも破れるほど弱小だったが、フィアナやリンスレット、エリスの加入によって大躍進を果たし、見事に学院代表の座を勝ち取る。精霊剣部祭本選種目、嵐のごとく乱舞開始当初は、各国から弱小チームと侮られていたが、ドラクニアの流行騎士団や、煉獄の首都のネペンテスロア、クイナ帝国の詩人、 マセーレイ使いシェーラカーントの激闘を経て大躍進を果たし、最終日に同じアレーシア聖霊学院代表のチームケルンノスとシンセールギア王国の聖霊騎士団第2軍銀の狼の同盟チームを打ち倒し、第4位で決勝進出を決める。聖霊剣イ部祭決勝種目炎の乱陣では他3チームの指揮官を1チームで倒したのに加え、 大半の魔石を獲得したことから、ルビアが自ら魔石を、神戸に渡してリタイアした時点ではまだ、流行騎士団が二人、精霊騎士団が一人フィールドに残っていたが、精霊王はこれ以上の剣部は、不要と判断して、全員残っている、チームスカーレットの優勝が確定する。主要契約精霊、オルデシア王家アレーシア精霊学院教師不王騎士団生徒エルステイニアファーレンガルト家 ローレン・フロスト・ケソノタのオルデシアの人物十二騎将、共同位王族魔王教団ムクロ、連盟政霊騎士団、政法機関制、ルギア騎士団、君主流行騎士団派、列の師団指示二千十四年七月より九月まで放送された。DVD& ブルーレイ各館収録の原作、心差し、随優、書き下ろし小説連動ミニ OVA 主題歌二千十八年十一月二十八日に、 フロンティアワークスより発売された。シナリオは原作者である志、随有の書き下ろしで、原作終了から3年後のエピソードが描かれる。キャストはテレビアニメ版と同一である。初回特典として、志、随有の完全監修による人狼ゲーム精霊使い剣部バージョンが付属した。ありがとうございます。